こう。エリテンチャンネル。はい。今日お家で撮影なんですけど、今テンちゃんがコンビニに行ってるのでモニタリングを仕掛けていきたいと思います。で、何のモニタリングするかっていうと、今付き合ってるので一応私が普段テンちゃんに甘えてきたことないんですよね。だから普段甘えない彼女が急に甘え出したら彼氏のてんちゃんはどんな反応するのか見ていきたいと思います。それではやっていきます。ね、これ見た？渡辺直美さんのこのうっせぇわのやつ、面白い、かわいい、本当にカメラワークしよう。なんか最近これ多い、 TikTok でさ、卒業式で彼氏が花束渡しに行った動画、うん、めっちゃ出てくるんだよね。なんでなの？わかんない、多分いいなって言われじゃない、素敵な彼氏みたいな。まあね、一緒に1回しかないからね。花束欲しい、てんちゃん今度ね。花束くれる？うん、あ、じゃあ花束今度持ってくるね。ほんと？女の子の憧れなんだね。そう、バラがいい。あー、いや、バラじゃなくていい、かわいいの。なんか、赤のバラ100本とかのやつ。赤のバラ100本、いや、それは、なんか大事な時のがいいから、うん、なんか、ちょっとした時は可愛らしいお花でいい。シャンプーいい匂いする。私？いい匂い？いい匂いする。やったね、やったね。いい匂いする。嗅がないで。すみません。まるで芳香剤。芳香剤。芳香剤。ねえ、待ち受け私にして。ねえ。早く。どれが可愛い？全部可愛いよ。ありがとう。いいいい。いました。ん？どうした？うん。どれ？うん。ないならいい。違う違う違う。ないならいいです。決め顔よりさ。うん。ナチュラルショット派なんですよ。なんかこの写真撮りますよ、撮られますって、撮られてますよってより、うん、そのまんまのなんか切り、うん、場面の切り取りの方が好きなの、写真。あんまないよ。で、どっかしらあるだろう。あ、これな、これ、これはない。どういう顔してるの？いいって、いいよ。やだ。じゃあこれにしといてあげるよ。うん、ねえ、てんちゃん、ん、鎌倉行きたい。うん、一緒に。ねえ、なんでそういうこと言うの？なんで一緒にいてくんないの？鎌倉？何しに行くの、鎌倉？デート。ああ、行くかじゃ。行ってくれる？いいよ。ドライブデートがいい。車、運転して。いいよ。やった。本当？うん、うん、いや、寝るんかい。うん、でも今日撮影でしょ。いや、もう次何撮るかだよ。そうそうそう、何撮る、何候補でしたかな。ねえ、手
候補が、うん、野球拳水着対決ねえと、いや、この前のやつだよ。なんでそういうさ、ちょっと下ネタ系に行くの？あとは、うん、うまい棒それやったじゃん。え、なんか第2回のやつの方だよ。でもあれ、ていちゃん叩かれるよ。えりちゃんにそんなことさせないでって、うん、いいの？これなんか少しでも跳ねてえりがまた売れるチャンスが広がるんだよね。優しいね。いやいやいや、ていちゃんさ、うん、今日泊まっていけばいいじゃん。家に？ここに。まあ、帰るかな。なんで？え、仕事あるし。ねえ、なんで？なんで？いや、別に今日泊まって明日朝帰って仕事すればよくない？まあ、明日は明日のまた別の仕事があるから。今日は？今日は今日の仕事があるから。じゃあ持ってくればいいじゃん。あ、持ってくるか、一回帰って。うん、うん、どう？いや、別にいいっちゃいいけど。やだ？いや、嫌じゃないけど、うん、ただひたすら仕事してんだ、ここで。うん、嫌だ。どういうこと？いや、仕事していいけど、うん、頑張ってほしいじゃん、そこは。で、終わってから来るよ。何時？深夜ぐらいじゃん。でもアニメ見てるぐらいの時間帯には来れんじゃない。うん、じゃあいいよ。じゃあそうして。え、びっくりした。何？いや、足音が。しない、やめて。え、なんで、なんで耳さ、耳こそこそすんの。くすぐったい。いや、今日さ、うん、てーちゃんに褒められてない。かわいいよ。なんかその、言わされてるか。言わされてるか。自分で言ったんだよ。だって言ってくんないもん。かわいいよ。あ、よし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 。いやだ、髪が崩れる。それは違う。そう、よし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 よみよ、嫉妬してんの？みよ、嫉妬してんの？なんだ今の。なんかミロの肌ってなんかもうちょっと真っ黒だったよね。え、そうだっけ？なんか茶色っぽくなってきてない？あ、でも薄いよね。うん、最近。ハゲた？ハゲた。こすった？でも人力車もそんな感じだよ。人力車はなんか最初真っ黒だけど、だんだんハゲてくる。何か色が人力車は。そう、へ、だからミロも多分人力車だよ。意味わかんない。何に関して意味わかんない。さあやるべ。やだ、ずっとこうしてたい。しとこう、うん、落ち着く。あったかい、てんちゃん。そう、あったかい。天熱高めだから。うん、あ、ロちゃんが来た。めっちゃ来たね。待って、いいんじゃないですか。うん、てんちゃんって甘えることあるの？あんまりない。甘えられる方がいいの？人によるかな。うん、あまり甘えないね。うん、今日さっきの言ってた。ああ、ありがとう。うん、待ち受けしてくれたじゃん。してあげたよ。うん、ありがとう。社長いつ帰ってくんだろう。間もなくですかね。うん、この体勢でいたら社長びっくりするかな。いや、今更じゃない。今更？うん、まあ、社長はね、うち思わないかもしれないけど、うん、多分これを見てる視聴者さんは面白いだろうね。なんで？今見てるから。どういうこと？視聴者さん、
視聴者さんが見てんの。うん、動画撮ってるから、これ。どこで撮ってんの。嘘だと思ってる。いや、思ってないよ。じゃ別にいつものスタイルを見せてるってことでしょ。いつものスタイルじゃない。どこで撮ってるか。おいや何よ何その感じ。いつものことじゃん。いつもじゃないじゃん。いつものことじゃん。いつもじゃない。ちょっと待って、勘違いされる。違う。だって今日もだってインスタライブした時もこんな感じだったじゃん。違う、甘えてないじゃん。甘えてた。これモニタリング。うん。何のモニタリングか分かる？プライベートの2人を見てみよう。違う、だからいつものことみたいに言わないで。いつもじゃん。違うよ。何よ、普段甘えたことのない彼女が急に甘えたら彼氏の店長はどうなるかっていうモニタリングです。はい、いつも大体こんな感じです。違うね、なんでそんな余裕なの。腹立つんだけど。なんでよ。なんか違うね、え、思ってたのと違う。思ってたのは何だったの。なんかドギマギして店ちゃんが、うん、へへへみたいな。へっへっ、そう、距離どう転ぶの。そう、無理だろ。さあ、なんか逆ドッキリみたいななってんの今。てってれー。違うでしょ。違うよね。何か知らない、逆ドッキリが知らない。違うよね、うん、ねえ、あーだこんなんじゃない。なんか恥ずかしいだけなんだけど、私が。ボツボツなんと、ぜひ流しましょう。流しましょう。ボツ流しましょう。ボツでーす。それじゃまた。バイバーイ。カップルユーチューバーを調べてみたー。なんかビジネスカップルってめっちゃ言われるけどね。めっちゃ言われるね。何がビジネスカップルっぽいよ。